チャオプライヤー級フリゲートは、太陽国海軍のフリゲートの緩急。中国人民解放軍海軍のエコ型フリゲートの、巡動警官にあたり、中国側の交渉官型は、前半2隻は 053HTE 型、後半2隻は 053HT 型。第二次世界大戦後の太陽国が直面した、安全保障上の問題は、内容としては、武装共産主義運動。 外観としては、カンボジアやラオスにおける、ベトナム軍の脅威と、いずれも、陸上からのものであった。ベトナムの海軍力は、極めて小さく、脅威としては、おおむね無視できる程度であったことから、対応国軍の中で海軍の地位は低い、ものとされていた。軍事予算の大部分は、陸軍が獲得し、ついで空軍が、戦闘機など高価なプロジェクトのため配分を受け、 海軍予算は老朽化する官邸の更新すらままならない程度であった。しかし1980年代に入ると、大国共産党の弱体化やベトナム軍のラオスカンボジアからの撤退によって陸上からの脅威が減少する一方、国連海洋法条約採択によって200回りの排他的経済水域が制定されたのを受けて、南シナ海でも海洋権益をめぐる紛争が、 健在化した。この情勢を受けて地域において主要な役割を担い得る海軍部隊の整備が国家の関心事となりそのための予算が配分されるようになった。1980年代後半大陸軍は中華人民共和国からいわゆる有効価格で提供された装備によって装甲部隊の整備を進めていた。中国との密接な関係の維持は タイの安全保障にとって極めて重要であるという国家最高司令官の指導もあり、海軍も陸軍に習って中国製の戦闘艦を発注することとした。これによって建造されたのが本級である。1988年7月18日にまず2隻が発注され、1989年8月にさらに2隻が追加された。例後 3HT 型は、 中国人民解放軍海軍のレイゴ H2 型に、準じた設計を採用しており、中央先導型の船型も踏襲された。船体構造は脆弱で、ダメージコントロール能力は劣弱だと言われている。手機としては、マトゥー 20V1163TB83、ディーゼルエンジン4機で二軸のスクリュープロペラを駆動する、コダド構成としており、出力はオリジナルよりも強力だが、 実際の速力は28ノットがせいぜいだと言われている。電源としては、マトゥー 8V396 ディーゼルエンジンを原動機とする出力 400kW の発電機4機を搭載する。クラブリの完備側からの歓迎当初の計画では、船体のみを中国製として、装備は西欧諸国製のものにすることも検討されていたが、これは実現せず、レイゴ HT 型では、 基本的には 053H2 型に準じた装備が搭載された。戦術情報処理装置は 053H2 型と同系列の ZKJ-3 を搭載した。その後、1999年には本級のうち2隻のためにミニコジズが発注された。艦砲としては、選手看板と戦備看板に56口径 100mm 連装砲を1機ずつ設置しており、 環境構造物上のウォグ音砲違反による完成を受ける。また、対空兵器としては63口径 37mm 連装機銃を搭載しており、選手楼甲板後端部の341型レーダーによる完成を受ける。ただしこれらの方向兵器は、第二次世界大戦末期の連合国艦艇と同程度の技術水準であり、収益時点で すでに時代遅れとなっていた。対艦兵器としては C-801 艦対艦ミサイルの4連装発射塔2機を搭載した。その後、2009年にはクラブリの C-801 が C-802 の連装発射塔2機に換装されており、他の艦でも同様の回収が検討されている。なお、零五 3HT 型では後部砲塔を撤去して、 戦備乾板上に化する形でヘリコプター乾板が設置されており格納庫はないものの UH-1 反用ヘリコプターの運用に対応しているダメージコントロール能力の低さを少しでも是正するためタイに到着してすぐ全艦がドック入りして回収を受けたまた上記の通り中国製の兵装は1990年代の時点で完全に 時代遅れとなっていたが、海軍当局は、取得コストの低さについては、高い評価を与えていた。本級は、主として、海賊対処などの海上警備行動に、投入されており、月替わりで、太陽国水上警察に配属されている。クラブリは2004年12月26日のスマトラ島、沖地震に伴う津波によって大破したが、2005年2月には、現役に復帰した。 ありがとうございます。